皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうぷ主のミーです。お久しぶりです、ヨウムです。欠席日数多分ゼロ、マリサだぜ。ということで今回は、久しぶりに二人でニャンコ大戦争を遊んでいきます。久しぶりにということは、何かがあるんですね。その通り。7月14日に上記の内容が無償アップデートされたんだって。へえ、それはありがたいな。またじっくり楽しめそうですね。にゃんこ党は30回の階層を攻略していく高難易度のステージらしいから、今まで育ててきたにゃんこたちとクリア目指してやっていきたいね。ちなみにこのステージは日本編をクリアしないと遊べないらしいから、まだ日本編をクリアしてない人は注意だぜ。久しぶりだからちょっと忘れてるんだけど、頑張っていくぞ。不安なんだけど。まあ1回ですからそう気張らなくても大丈夫じゃないですか。まあ確かにそれもそうだね。おいこら、なんだてめえ、そんなやつなぁ、百戦錬磨の俺には通用しないぜ。もっかい先輩すれー。サクッと壊してクリアしちゃおう。本当にサクッと壊しちゃったよ。お、報酬が美味しい。クリアすると豪華な報酬がもらえるって書いてありましたもんね。これはもう報酬のために戦うしかないね。こういう大人にはなりたくねえ。レアチケットをもらったので、早速ガチャを引いていきたいと思います。新キャラだったら何出ても嬉しいぜ。お願いします。ガチャってやっぱりワクワクしていいですね。脳汁が溢れ出てガチャのことしか考えられなくなるけどね。中毒者だよ。ここまではまだいい？まだ大丈夫。大丈夫。ほら大丈夫だったー。どういう状況の猫なんだ。現代社会の構造猫じゃないですか？なんて残酷な。温泉天国テルマエが出ました。どうしても下の労働猫に目が行く。どんな効果なのかな？ゾンビに滅法強いみたいです。今後ゾンビと戦うことがあるだろうからそれはありがたい。なんと、新キャラ2体目ゲット。古代軍船ガレージ。これもゾンビに強い猫だろうな。ということで魂のレアチケット10連でした。また溜まったら引きましょう。それでは引き続き、風雲にゃんこ島を攻略していきます。どこかで壁にぶつからなければいいけどな。そうですね、ストレートクリアしてみたいです。世の中そう甘くはないニョロ。そうそう、楽なのは今だけだぞ。え、何このカブトムシ。ムシキングって知ってる？はい。ちなみにこの猫とムシキングは全く関係ありません。出た。やっぱり夏と言ったらカブトムシだよね。こんないかついカブトムシは嫌だ。とんでもない猛禽カブトムシだった。しばらくはこのカブトムシ隊が頑張ってくれそうですね。待って、一瞬で城が崩れたんだけど。続いて3階にやってきました。BGM が変わりましたね。何か来るんでしょうか。誰も出てこないな。静寂がなんとも不気味です。来ないならこっちから仕掛けるのみです。赤いウサギか、こいつら素早いんだよな。それでもこっちには百戦錬磨のスーパー猫がたくさんいるから敵じゃないよ。消しゴム猫の分厚い壁は安心できますね。ガードが硬いというのは色々と安心できます。天使カバもしれっと登場か。天使を倒すのが我々極悪集団。血も涙もないです。ここまで来たらもう何が出てきても関係ないね。こいつら近寄らせたらダメ。にゃんこたちの勢いは止まりません。はい、ちょっとこれ以上進ませませんよ。ワニなんか最初からいなかったんだ。おっとここで森のクマさん登場。赤い才も出てきたけどこれも簡単に倒せそうだな。今まで頑張っていろいろ攻略してきてよかったと自分を褒めたい。強いにゃんこたちは無駄じゃなかったです。もう怖いわ。背景が変わりまして、5階まで来ました。どんな敵が出てくるのかちょっとワクワクしてます。この静けさ、そろそろ何か来るぞ。出たー、今回はエイリアンだ。もうエイリアンが出てきやがったか。エイリアン対策も多分バッチリなので落ち着いていきましょう。多分よし、これでもう大丈夫。あとは力の限り殴りまくるだけ。エイリアンもとりあえず殴れば OK です。今のところ順調に塔を登っております。ゾンビがどの辺で出てくるのか気になるぜ。まだ6階ですし、もうちょっと上の階じゃないですか。ゾンビってやっぱ噛まれたら感染するのかね。感染してゾンビになったらごめんね。シャレにならねえ。私ゾンビが溢れたら速攻で噛まれる自信がある。自信満々に言うことじゃねえ。今のところ赤い敵ばかりで問題はなさそうです。今のうちにしっかりマネーパワーを上げていく。お金は大事に使おうね。ここで豚キング登場。とんかつにしたら美味しそうですよね。食いしん坊なの。さすがにこの人数じゃ厳しいかな。当たり前だぞ、ごめんなぞ。いやはやカブトムシくんご苦労。なにこれ。地面からマグマが吹き出ることはよくあるよね。あるかよ。このニャンコは攻撃頻度は高くないですが、大ダメージを狙いますね。ブタキングは退場してもらいました。残りも早く倒した方がいいぜ。メタルカバちゃん意外と硬いね。
すごいなんてノリが来たんで対抗しております。お、ようやくメタルカバ倒せたな。あの行動、バカにしてはいけないですね。やっぱり数の暴力は正義でした。おいおい、もうゾンビが出てきたんだけど。まさかこんなに早く登場するとは。え、潜っちゃったと思ったら出てきたな。さすがはゾンビ、よくわからない行動をしますね。ナチュラルな暴言。しかも倒してもまた復活するというチンパ能力。ゾンビは2度倒さないと完全には倒せないんだな。まだ犬とヘビだからいいものの、もっと強力なゾンビが出てきたら厄介ですね。そのために新ガチャをたくさん引こう。ただガチャ引きたいだけだろ。ということで今回も、二人でニャンコ大戦争をやっていきます。霊夢は前回いなかったから軽く説明するけど、大型アップデートで追加された、風雲ニャンコの塔を攻略しているところだぜ。へぇ、そんなステージが追加されたのね。このステージにはゾンビも登場するんだ。ゾンビってあのめんどくさいやつ？あながち間違いではないけど。そう、一度倒してももう一度復活するやつ。前回はまだ弱いゾンビだったけど、今後はもっと強いゾンビが登場してくると思うぜ。ゾンビ特攻の新キャラのガチャで追加されたから、手すりガチャを引いて新キャラを潜入して攻略していこう。とりあえずこの赤い顔面は適当に攻撃してれば OK ね。怒られろ。意外とこの顔面もしぶといんだよね。山田くんだっけ？カオルくんだよ。マグマファイヤー。あ、一体倒した。このマグマファイヤーは、ゾンビ特攻のテルマエナンコを強化して誕生しました。カオルくんを無事倒してようやく城に攻撃できるわね。厄介な敵さえ倒せればあとは勢いでなんとかなります。続いて9階にやってまいりました。この塔は何階建てなの？全30階層あるみたいだよ。意外と高いのね。ちょっとしたタワマンじゃないの。化け物しかいないタワマンだけどな。ゾンビがもっとたくさん出てくるのかと思いきや、意外にもまだ出てこない。面倒なのが出てこない方がサクサク進めていいじゃないの。それもそうだよね。でもいつかは壁にぶつかるんじゃないか？その時は潔く諦めましょう。ダメに決まってんだろ。アリクエもサクッと撃破。9階も遠慮なく突破させてもらうわね。凄まじい攻撃、これが敵側だったらと思うと恐ろしいぜ。無事に9階クリア。10階か、キリがいいから何かが出てきてもおかしくないぜ。何かが出る前に城を壊したい。壊せ壊せー、遠慮なく壊せー。動物園になっちゃったわ。なんか一癖も二癖もありそうな動物たちだね。こっちは数で押すぞ。負けるなニャンコ軍団、押せ押せー。とんでもない脳筋戦法だ。よし、なんとか大物は倒した。ここまで減らせばもう大丈夫でしょう。もっと厄介な敵が来ると思ってたからホッとしたぜ。ここからが本番なのかもしれないね。続いて11階に来たわよ。普通に赤いニャンダム出てくるのか。雑魚石みたいに出てきちゃダメでしょ。こっちの布陣もまあまあ整ってきたわ。このままOKサンタさん出てきちゃったよ。今からクリスマスの準備なんて随分真面目ね。いい子にはプレゼントをあげよう。じゃあ現金でお願いします。いい子じゃないな。こんな敵と戦ってきたっけ？もう随分前のことだからほとんど覚えてない。うつ主の記憶力はないに等しいから仕方ないわね。まあそういうことです。バカにされてんだぞ。え？サンタクロースも倒してあとはトナカイだけね。トナカイもここまで押されたらどうしようもないだろ。続いて12階に挑戦です。何このフクロウ。フクロウ発着かな。知り合いかよ。なかなかしぶとかったけどまだ敵じゃないわ。ここも突破させてもらうわよ。そう簡単には突破させてくれなさそう。時間はかかってるけど数の力で倒したわ。押されなかったってことはまだこっちの方が強いってことだ。このままテンポよく攻略していけたらいいな。攻撃速度どうなってるのこれ。13回も難なく攻略完了。14回はどうかな。うわ、メタルが相手かよ。確かメタルってクリティカルで倒すんじゃなかった。そうそう、ボカンって殴って倒すんだよね。まあ全く対策してきてないんだけど。どうすんだよ。ひぃー、機械怖い。これが初見殺しというやつか。今回はしっかり対策してきました。対策したからといって安心はできないぜ。そうね、うまいことクリティカルを発生させてテンポよく倒していかないと。うおー、竜巻ー。みんな頑張れー、倒せー。なんとか進行を食い止めてるって感じだな。さっきは一瞬で詰められたからそれに比べたらすごいわ。だんだんメタルの数も減っている気がするよ。やっぱり持ちは持ち屋じゃないけど、適正キャラで来るとここまで違うのね。さっきは負けちゃったけど今回は絶対勝つ。
おお、あんなに痛めたるが、これで14回も突破ね。よっしゃー、ようやくカバちゃん倒した。いろんな難攻を育てておいてよかったな。備えあれば憂いなしとはこのことね。続いて15回に挑戦です。何このゴリマッチョ犬、ただ単にパワー系なのか。それなら負ける気がしないね。脳筋と脳筋の戦い、暑苦しい時期にはやめてもらいたいわ。こっちのパワー系を出すまでちょっと待ってね。うん、わかった。いいやつかよ。油断してたらだいぶ押されちゃった。あの犬、見た目以上にタフだわ。放置してたらあっという間に城に攻撃されるぞ。うおお、負けるわけにはいかない。ようやくあの犬倒したわ。またああいうのが出てきても大丈夫なように出し押しにしないで全力で進むぞ。とりあえず大物にゃんこ出しておけば安心。また脳筋のご登場だ。しかも今度は筋肉ペンギンと筋肉グマまで。ジムと間違えてるんじゃないの。みんなとにかく殴って倒して。クリティカルもしっかり効いてるわ。おお、残るはクマだけになったと思ったらまたペンギンが出てきやがったぜ。今さら筋肉を追加したって無駄よ。あのクマさえなんとか倒せば進めそうだね。おお、クマがのけぞった。あいつ弱ってるわ、もうすぐよ。うおお、脳筋王者の座は渡さない。ようやくクマを倒したか。あいつ一気でよくこの数を抑えていたもんだわ。はぁ、いい試合をした後は充実感で満たされるね。お前は見せただけだけどな。ここまで押せばもうこっちのものよ。15回、無事にクリアです。ようやく折り返しね、引き続き頑張りましょう。今回は風雲の塔、16回からやっていきます。え、なんか書いてあるんだけど。戦士は浮いてる敵属性を無効化するってよ。え、あれって浮いてないよね。バッチリ浮いてるだろ。どうすんのよ。属性を無効化するってだけで戦えなくなったわけじゃないだろ。そうか、それなら大丈夫か。こうしている間にもどんどん天使たちが攻めてきてるよ。天使ってそもそもいいやつだよね。争い事とか苦手だよね。争い事大好きやんけ。嫌だね、争い事を好むなんて。もっと平和的に行こうよ、平和的に。何が平和だ、こんちくしょう。今回はメンバーを再編成してきました。天使の羽を今度こそもぎ取ってやるぞ。これってそういうゲームだったっけ。まずはこの脳筋天使マリサをなんとかしないと。誰がゴリラだこら。腕っぷしと勢いが凄まじいよ。でも今回はこの数で圧倒してやる。おお、本当に天使たちを押してるじゃねえか。でも問題はここから、相手もそう甘くはありません。頑張れにゃんこ軍団、天使なんかに負けるな。敵を倒せてはいるが、こっちも倒されてるぜ。まずい、少しずつ押されている。だいうおお、何が天使だ、帰れ帰れ。すごい戦いが起こってるぜ。さあこの戦いどうなるでしょうか。何でもいいから卑怯なことでもしてとにかく勝って。ダメ、そろそろ中堅どころを出さないといけなくなったかな。金ならさっきと貯まるし大丈夫だぜ。一度は言ってみたい、そんなセリフ。散財しちゃってもいいってことだよね。イエーイ、誰がそんな許可出したよ。なんとしてもここを食い止めてほしい。みんな踏ん張ってこらえてくれてるぜ。あの火力を倒せば前に進めそう。頑張れー、応援しかできないけど。お、火力は倒せたんじゃないか。残りは看板持ってるやつとマンゴーだけ。あのマンゴーの随分としぶといね。お賽銭から離れない霊夢じゃないんだから。想像できる。こうしている間にもまたゴリラが。ここは動物園じゃないんだけどな。にゃんこ軍団も本当によくこらえてくれてるもんだな。ゴリラをあっという間に倒して押していきます。マンゴーってフグの仲間なの知ってた。え、そうだったの。顔がフグっぽく見えなくもないような。水族館行くとついマンゴー見ちゃうよね。美味しいのかな、食べられるのかな。これを見てよく食べたいと思うな。こいつさえ倒せれば絶対勝てるんだ。みんな諦めずにとにかく攻撃やるのにだよ。一生倒せないんじゃないかと思ったよ。やっぱりマンゴーを倒せばもうこっちのもんだね。16回攻略完了だぜ。続いて17回に挑戦です。天使の次はエイリアンか。なかなかにカオスな塔だね。ファンタジーに SF に盛りだくさんだよ。こいつらはまだまだ可愛いもんだ。後からどうせとんでもないものが出てくるんでしょ。あ、エイリアンがだ。これくらいならまだまだ余裕。実物見たら発狂して逃げるだろうけど。お、誰もいないチャンス。エイリアンブンブンとか聞いてない。見るからにパワー系、こっちは数で対抗だ。頑張れー、殴れ。少しずつでもいいから倒していこう。なるべく進ませないように。エイリアンってこんなに脳筋なの？脳筋エイリアンもいるんだよ。まずい、こいつがいる。見かけによらず面倒くさい敵なんだよな。
こういうよくわからない野郎が一番怖かったりするよね。みんな頑張れ、風でガンガン押していこう。あーまずい、下がっちまった。倒されたらすぐに出撃させないと一瞬で距離詰められちゃうよ。休めるところなんて一切ねえな。じわじわこっちに来てるのが焦るわ。負けるな、根性だ根性。気合い入れたら勝てるぞ。本当かよ。よっしゃー、一発アタックでブンブン撃破。あとはあの怠け者だけだろ。怠け者が下がった、これはいけるよと思ったらこっちもがっつりやられた。たった一人で食い止めるなんてすごいね。怖い、この怠け者怠けてない。働き者と解明しよう。さあ、ようやく倒せた。あれが何匹もいたらと思うとゾッとするな。長期戦に勝てた時は嬉しいね。もうやりきった感があるから終わりでいい。いいわけねえ。17回も無事にクリアできてよかったぜ。続いては18回です。顔面がもう出てきやがった。昔はあのカオルくんにも苦戦したことがあったな。ちょっと待って、すごい速度で走ってるんだけど。顔から足が生えて、どういうこと。こういう生き物だと思え。勢いがすごくても城まで到達はさせない。なんとか倒せたね。おい、今度は幽霊出てきたんだが。幽霊って攻撃当たるよね。今蛇お化けは倒したよ。ゾンビに幽霊に顔面に。お化け屋敷かな。ああ、やばい、蛇ゾンビがあんなところまで。防衛もしっかり働いてもらわないとまずいな。一瞬死体になってしばらくして復活するんだよね。絶え間なくにゃんこたちを出陣させた方がいいな。燃やせればすぐに終わりそうなのにな。あの謎の破壊石も気になるね。破壊石で出てくるとかすごい執念だよ。よく見たらゾンビが地面から攻撃してやがる。このゾンビ地獄を越えた先に安全地帯があるんだ。それゾンビ映画によくあるなかったパターン。ゾンビは確かに敵なんだけど、最後は家屋と食料をめぐって生存者同士が争うことになるんだよ。このゲームはそこまでいかないから。こいつらさえ倒せば城を破壊できるぞ。あの破壊石が厄介だ、あいつを何としてでも倒すぜ。いいね、どんどん下がってる、もう終わりだ。やったー、クリティカルで倒した。これでこの階層も攻略できたと言ってもいいだろう。悪霊退散、イエー。やったー、完全勝利だ。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみうつ主のミーです。毎度おなじみ霊夢とマリサです。今回も二人でニャンコ大戦争をやっていくぜ。前回は封印ニャンコ島の18回までクリアしたので、今回は19回からスタートです。なんだかすごい久しぶりのニャンコ大戦争ね。本当はのんびりまったりニャンコをしたいんだけど、この通り大忙しです。前回も天使だのゾンビだの大忙しだったよな。私はもっとゆっくり猫と戯れたいのよ。猫カフェじゃねえか。最近じゃお店の外からも猫たちが見えるようになっている店舗もあるよね。とか言ってるから変なの出てきたぞ。赤いのは勢いがすごいのよ、勢いが。それに負けてはならない。負けるなぁ、押し切れ。赤い顔面がうるさ強いわ。よっしゃぁ、これで先に進めそう。何この大魔王みたいなのも倒さないとな。力出すなら卵でしょ。それじゃあモロアの人だよ。おい、なんか押されてないか。これは夢ね、夢なんだわ。嫌な夢見ると目覚めが悪いわね。ちなみに私の今日見た夢は、体育祭で輪の中に入れず校庭の隅で体育座りしている夢でした。夢の中でも悲しい。うぷぬし、なんかごめん。謝られると余計に来るものあるから謝らないです。よく見たらこのステージ、最初から天使で攻めてきてんのか。なんという本気ぶり。そんなに本気出したってうぷぬしが騒ぐだけなのに、うぷぬしに騒いでほしくて本気で来てるんじゃないだろ。なぜだかちょっとしょんぼりする。なんで。どういうこと。何が起こったのかちょっとわからなかったので、もう一度挑戦していきます。こんな小さい敵にも負けるんだから油断できないわよ。皆さん、封印ニャンコ島はここで終わるかもしれません。いや終わらせないで。まずはこの天使どもをぶっ飛ばさないといけないわね。最初は倒せたんだからいけるんじゃないか。城だー、今のうちに城。私覚えてる、こいつらに負けたこと。死に戻りしてるからな。勝負はここからと言ってもいいでしょう。ここの強敵は何頃大魔王よ。あいつさえ倒せればもう勝ちは確定。倒せればな。なぜ勝てないんだ。なぜどうにでもなれー。あいつ勝てない敵なのかもしれない。そんなのいないだろ。エイリアン特攻でなんとかやるしかない。よし、下がってくれただけいいだろう。うおお、倒せた。今度は真っ黒、大丈夫かしら。今さら黒い敵に苦戦するニャンコ軍団じゃないでしょ。この悪そうな見た目が不安にさせるんだよな。
確かに魔理沙もそうだもんね。どういうことだ。負けるな、あのエイリアンに勝てたんだ。黒い敵なんて何のその画像。さあ、大丈夫、絶対倒せるよ。ブラック全軍さえ倒せれば撃てるって。ちょうど真ん中で争ってるな。ノックバックさせてるってことは倒せるってことだ。何個分断ファイトを、ここで押し勝てれば攻略完了よ。やったー、ようやく分分撃破。地味に時間がかかったなー。あとはこの偉そうな野郎をぶっ飛ばすだけね。ここまで来ればもう勝ち。城はもらったわよ。このステージ結構大変だったな。大変なステージほどクリアできると嬉しいね。ってことで今日はこれで終わりでしょ。まだ1ステージしか進んでないんだけど。え？あれ？猫だよね。とうとう身内同士の戦争が始まったわね。どういうことなのかさっぱりなんですけど。しかも強い。なんで猫同士で争わなきゃならねえんだ。餌の取り合い、または縄張り争いね。うちの飼い猫たちもよく喧嘩してるよ。人間同士だって喧嘩するんだし、こういう時もあるわよね。それにしてもあのダンス猫が強すぎる。華麗な回転飛びしっと決まった指先で一撃よ。あの大悪猫をなんとかしないといけないわ。怖い怖い怖い。みんなごめん、勝てないかもしれない。ダンシング猫だけでも強敵なのに相撲取りって、これ一体何の戦いなのよ。一生勝てないかと思ったよ。私半分寝てたわ。どうしようもねえな。これは確かに果てしなくて気が遠くなったね。もう何やってるのかわからなくてデジタルと崩壊しそうだったよ。これでようやく前進できるぜ。と思ったらまた相撲だった。これ以上出てくるなぁ。さあここからさらに耐久レースが始まります。ここまで来て負けられないウプ主率いるニャンコ軍団。どうしても通したくない相撲。根性勝負なら負けないぞ。いけいけー、もう城まで攻撃が届いてるぞ。やりました。もう何してんの私。デジタルと崩壊してる。続いて21階にやってきました。今回は優しいステージでありますように。もうすでに優しいステージではないと思う。赤祭りが開幕しました。ただの赤い敵だったらすぐに倒せそうじゃない。今のところはね。おい、そんなことはないみたいだぞ。待って、赤い香織くんがやばい。こっちはまだ整ってないってのに。じゃあ城に攻撃されてる。なんてこった。今度は赤い敵格好のニャンコを編成してきました。これならカオルくんだって倒せるでしょ。どうだ、これで進めるよ。絶対あれで終わるわけがないんだよな。久しぶりに見たわあの一つ目玉。それだけじゃねえ、トナカイまで嫌がるぞ。ひぃ、やめてー。やめてくれるわけないか。どうやったらあいつら止まるのよ。止まらないんだと思う。次回、リベンジだな。前回は、21回まで行ったんだが、見事に惨敗。今回はリベンジよリベンジ。しっかり適正ニャンコを揃えて挑んでいこうと思いますが、全然育ててなかった。育てろ。それに適正ガチャキャラがまだ当たってなかった。何もかも準備不足じゃない。ということでちょっとした準備してきます。ようやく準備が整いましたよ。思った以上に時間がかかって白くなっちゃった。とにかくこのステージで警戒すべきなのが、サイクロン。あいつの動きはただの電動ノコギリなので、動きを止めない限りひたすらニャンコたちが倒されます。ということでまずは動きを止めましょう。動きさえ止めればノコギリもただの金属だわ。メンバーはもちろんタイ赤精鋭部隊なんだよな。もちろん、絶対赤を許さない隊だよ。ねえ倒して、ここ倒して。いやいや、そう言われても倒すわけにはいかないな。え、ちょっと待って、一目惚れしちゃったかもしれない。しちゃったかもしれないじゃねえんだよ。なんか目立ってない。こっちはこっちでジェラシーするな。大注目のこちらの新メンバーはライジンのサンディアデータ。名前から強そう。このキャラの特性は赤い敵に与えるダメージが3倍になる。おお、今回の強力アタッカーなのね。本当はこの1段階上の人雷神のサンディアデータの方が強力なんだけど、進化素材が揃いませんでした。最終進化させなくてもクリアできればいいわね。順調に敵を押し返していってるな。勝負はまだまだこれからだからね。こんな序盤で苦戦しちゃダメなんだよ。城を攻撃してからが本当の戦いね。まずはサイクロンを倒そう。
おお、作戦通り来たと動きが止まってる。止めれば怖くもなんともないわね。もちろんサイクロンだけじゃなくてカピバラさんの動きも止めております。やっぱり適正キャラって大事なんだな。揃えるのが大変だけど勝つためならやるしかないわ。そうなんだよね。準備がもっと簡単だったらいいのに。前回のボロ負けが嘘みたいだな。みんな進ませるな。このまま倒せ。アタッカー陣も追加出撃完了。時間を止めてとにかく攻撃だな。もう何が起こってるのかよくわからなくなってる。このトナカイも地味にめんどくさいよな。よし、後ろに下がったわ。ナックスパローっていうキャラが赤い敵を吹っ飛ばせる能力を持ってるから下がってくれたんだね。どこかで聞いたことあるような名前なのにしっかりしてるじゃねえか。ちょっと吹っ飛ばすんじゃなくて城の後ろまで吹っ飛ばしてくれたらもっといいのに。城攻撃し放題になるな。やったー、やりました。ようやくあのサイクロンを倒しました。すごいわ、あとは残りのトナカイだけね。もう城に攻撃が届きそうだけどな。城ごとまとめて攻撃だー。こうなったらトナカイが先に倒れるか、城が先に倒れるか勝負よ。何の勝負？城を落とせー。おお、城が先だったー。ということで無事にリベンジ完了ということで、本日はこんなも。続いて22回の挑戦です。早。しかも突撃ワンパンされたわよ。こういう鳥が突撃してくることってリアルにあるっていうよね。あの速度で尖ったくちばしだろ。ただの狂気だな。ひとまずあの狂気鳥は倒したわ。またおかしなのが出てくるんじゃないだろうな。大量の鳥と裏切り者の身内が出てきました。これは一体どういうステージなの？わからない。黒とか赤とかはっきり属性がある方が攻略しやすいぜ。この鳥はどうしたらいいもんなんだろう。地味に強いし、とりあえず何も考えずに猫たちを出撃させていきます。いつの間にか押されている。この突撃に耐えないと難しい。まずいわ、このままじゃ城に突撃される。守れー。どうすんのよこの鳥。やっぱり壁が大事になってくるんじゃないか。確かに一撃で倒されちゃ出す意味ないしね。しっかり壁を作って鳥をガード、そして確実に倒していく。浮いている敵に滅法強いカメラマンでどうだ。効果ありなんじゃないか。なんで誰も出てこないの？カメラマンが気配を殺してるからじゃない。すごいなカメラマン。あー、急に出たー。待って、完全に油断してました。一瞬だよ一瞬。真面目に壁を大量出撃させていきます。鳥もうちょっと弱くならない。大量に来た時にどうなるか怖いんだよな。一羽倒すのにどんだけの壁が犠牲になることか。本当にここクリアできるのよね。私も不安になってきた。信じるしかない、信じるんだ。お金がようやく上限まで貯まったので、ついに大量に使う時が来ました。だからケチってたのね。賢い節約術と言ってほしいな。これでもう鳥に困ることはなくなるのか。ちょっとそれは自信ないかな。巨大アタッカー出撃、ここからが本気の戦いだ。そうだった、この猫もいたな。うおー、数で押すでー。これだけ出してるのにあの猫と鳥、なんて硬さだ。そして鳥が次から次へと出てくる地獄。でも鳥を確実に倒していってるよ。クリティカル発生させてるのか。よし、あの猫の時間が止まった。いけいけー。少しずつ前進している。今回はいけそうだよ。あいつさえ倒せば勝てるわ。頑張れー。どんな体力してんだ。体力お化けとはこのこと。諦めなさい、もうこの数相手じゃ勝ち目ないわよ。そうだそうだ、もう終わってー。鳥も一応出てきてはいるんだな。ここまで来れば鳥はいないも同然だね。よっしゃー、ようやく撃破。やられた分しっかりお返しだよ。これで22回もなんとかクリアか。次回優しいステージでお願いしますね。今回も二人でニャンコ大戦争、風雲ニャンコ島を攻略していきます。何やらこの島、かなり難しいみたいですね。難しいなんてもんじゃないよ。やばすぎて自分が何やってるのかわからなくなってくるから。相当ですね。1ステージクリアするのが本当に大変だな。私帰った方が良さそうですね。じゃあ、帰らせねえよ。難しい分、クリアした時の喜びはひとしおだから。それに負けるのが当たり前になってきて全然苦じゃなくなってるよ。全然帰りたくなったんですけど。最初から勝とうなんて考えずに、出てくる敵を観察しながら傾向と対策を考えていこう。なんだかテスト勉強みたいですね。傾向と対策したって記憶容量が少なすぎて意味なかったんだけどね。どうしようもねえな。毎回いい感じにエイリアンの足止められてませんか。
足止められてるのはこっちの方だぞ。それでも敵を進ませることなくその場に留めていることは確かだね。このニャンコたちが優秀なんですね。結構クリティカル発生させてるのにまだ倒れないのか。この大魔王そんなに強かったっけ？あ、確かに大魔王ですね。今さら。あまり焦らずにゆっくりやっていこう。そうですね、確実に1体ずつ倒していった方が安全です。そんなに経過してません。本当に倒せるのかな？HP1 億とかあるんじゃないですか？まさかここまで苦戦することになるとはな。倒せない敵なんていないよね。そんなのがいたら一生クリアできませんよ。よ、ようやく倒せた。一生粘られるかと思ったよ。このステージはあいつを倒せば終わりなんだな。そんなわけがなかった。しかも俺が今王出てきちゃったんだけど。追い飯みたいに言わないでくださいよ。でももうここまで来たってことは勝ちだよね。何その謎判定。ここまで来ればもう後ろに攻撃通ってるよね。敵軍団が粘りすぎなんですよ。この腕でどうだ。やったー、本当に嬉しい。城破壊できたことが夢みたいだよ。そこまで喜んでばかりもいられませんよ。そうだった、まだ終わってないんだった。続いて24階。随分と静かだな。この静けさ不気味すぎるんですけど。うわ、黒いゴリラ。ちょっとマリサさん移動速度速くないですか？おい、誰が黒いゴリラだって。まずはよく敵を観察する。どうやらこのステージは黒い敵が多いみたいですね。最初はな、終盤どうなるかはまだわからないぜ。このままの敵だったら1回でクリアできそう。そう甘くはないってことを念頭に入れておくぜ。何があってもいいように準備だけはしておきましょう。なんかかっこいい武器持ってるんだけど、まさかこれで切りつけてあっという間に制圧されるなんてことはないよね。もう押され始めている気がするんですが。うつ虫の予想が的中してるんだけど。まだだ。あのなんとかの使い手を倒せば希望はある。諦めないでひたすらに攻撃。お願い、どうか倒してー。ここで倒せたら奇跡ですよ。待って、今年の運ここで全部使ったかもしれない。こんなこともあるんだな。ほんとまさかすぎて固まりましたよ。よっしゃー、もう怖いものなしだ。24回、一発クリアさせてもらうぜ。何事も諦めないでひたすら頑張ることが大事だな。私、うつ主さんのこと数ミリうなーしましたよ。数ミリ、最後は根性だね。気力で勝てたようなもんだよ。ということで無事に24回も攻略完了しました。この勢いで次も行くぞ。気づけば不運にゃんこ島も残りわずかとなりました。思い返せばよくもまあここまで登ってこれたもんだぜ。全30回ですよね。完全制覇見てみたいです。私も塔の頂上で高らかに笑いたい。いや、そこまでは。そのためにはこの回もしっかりクリアしていかないとな。エイリアン豚さんがいい仕事してるんでしょうね。あの豚を早くなんとかしないと負けます。どうにもできなかった結果だな。最初は相手の偵察も兼ねてるので敗北は仕方がないでしょう。じゃあ偵察してきた2回目は負けるわけにはいかねえな。いや、体調不良とかね、あることもあるじゃん。これに関してはないでしょ。エイリアン偵察さえすればあの豚はなんとかなりそうだけどな。でも黒い敵もいるので偏り編成はできませんね。とにかくみんな頑張れー。あの豚さえ倒せれば希望はある。ファイト。おお、特大ノックバック。後ろに下がらせることで城に近づけさせない作戦ですね。このまま攻撃し続ければ倒せそうだよ。今度こそこの豚をトンカツにしてやるんです。トンカツにはならなかったな。やったー、豚撃破。これでどんどん進もう。他に何も出てこなければいいな。出てくる前に破壊する。破壊できれば勝ち。破壊神ですか？やったー、壊せたー。本当に豚だけだったな。続いて26回の挑戦です。天使の移動速度がぶってません。それに攻撃力ダウンされてる。これまた厄介なのが相手だな。スタートしたばかりなのにこの数。これさばいていかないといけないんですよね。うん、さばいていかないといけない。お、でも少しずつ前に進んでないか。確かに絶望的かと思いきや勝ててますね。こいつらだけならなんとかなりそう。やっぱり攻撃速度が速い敵にはこっちも速いメンバーがいいな。あんなにいた天使たちを綺麗に倒しちゃいました。猫の大群でそのまま城を攻め落とせー。今回も奇跡の一発クリアなるか。あ、嫌なの来ちゃった。よりにもよってサイクロンの登場かよ。何も対策してないからこれはただ疲れるだけだ。これが現実です。ちょっと新ガチャ追加されたの知ってる？え、知らなかった。
新しいキャラが追加されたらしいよ。知らんけど。知らんのかい。フランの言う通り本当に新ガチャが追加されたので、今回は新キャラ求めてガチャを引いていきます。もしかしてこれか。そうそう、これ見てよ。悪そう。確かに悪そうだけど、あの黒い画王が欲しい。物欲丸出しだな。でもさ、チケットとかちゃんと用意。めちゃくちゃ用意しとるやんけ。私頑張って集めましたよ。すごい気合だぜ。チケットが145枚ってことは140連も引けるってこと。さすがにそれだけ引ければお目当てのキャラがゲットできるんじゃないか。運の悪さはチケットの数でカバーしていきます。果たしてウプ主の運命愛かに。はぁ、なんか緊張してきた。緊張したってしなくたって結果は同じだって。さあ1個目。あれ、なんかもう出た気がするんだけど。出たじゃん、これじゃん。動画的に大失敗じゃん。こんなこと、ウプ主でもあるもんなんだな。日頃の行いがいいからなのか。何かいいことしたか言ってみな。ゴミを捨てて洗い物をして洗濯をしました。それただの家事だよな。とりあえず1回目で当たってよかったね。でもここじゃ終わらないのがガチャ狂い。引き続きじゃんじゃん引いていきますよ。他にも追加された新キャラっているの？ガオしかわかりません。すがすがしいな。更新してくれるだけありがたいよな。うんうん、強いニャンコが追加されれば攻略も楽になるしね。邪悪だこいつ。最近不運ニャンコの塔が難しくてね。高難易度ダンジョン。そうそう、階層が上がっていくごとに難しいんだ。ゾンビだのエイリアンだの忙しいからな。へぇ、いろんな種類の敵が出てくるんだね。すごい、どうでもいいって顔してやがる。ということでサクッと10連引いてしまいました。もう目的は達成されてるから、ここからはのんびり引いていくぜ。何体も当たれば大量のガオ軍団になるんじゃない。いやいや、かぶってもこのゲームじゃ意味ないんだぜ。そうなんだよねー、もったいない気しちゃうけど。そっか、それじゃあ何体も当たってもしょうがないんだね。でも重ねてレベルを上げることもできるから決して無駄ってことはないんだよね。あ、普通のガオウも出たぞ。最初は猫に運ばれてたのに成長すると猫を背中に乗せてるのエモいよね。わかる、なんか物語性があるのかなって思っちゃうよ。さらっと流してるけどこういうニャンコも強いんだよな。用途によっていろんなニャンコが活躍できるのがこのゲームのいいところだよね。それって SDGs なんじゃない？ちょっとわからない。チケットはまだまだあるので合成に引いていきますよ。チケットの枚数に余裕があるときっていいのが当たりやすくないか？もしかしてそれは心の余裕が関係しているのかも。チケット枚数が少ないと余裕がないから物欲センサーが高まって当たらない。でもチケットに余裕があると心に余裕が生まれて物欲センサーが低くなる。つまり、物欲センサーをうまくコントロールできるかどうかで結果が変わってくるのです。物欲センサーってそもそもなんだよ。もう当たって余裕があるはずなのに2体目が来ないのはどうして？ただ単に私の運が消し去ったからです。ということで30連目。サクサク引いていくとチケットがあっという間に溶けていくね。チケットなんか最初からないようなもんだから。爆死しまくってるやつの言葉は重いぜ。最初の最初に当たっててほんとよかったね。もう今の私に怖いものはないぞ。あまり頼もしくないのはなんでなんだろうか。2体目もすぐ当たるもんだと思ってたけど、そう簡単なもんじゃないんだね。そうそう、ガチャとは忍耐。チケットが尽きるか、自分が尽きるか。究極かよ。最初に当たったの奇跡だったのかもしれないね。ほんと、今年一の幸運かもしれない。当たらないもんなんだな。チケット枚数が残り85枚となりました。ほんとチケットってあっという間に溶けていくんだね。怖いよねー。こいつも溶けてる。でもまだ残り枚数には余裕があるから大丈夫大丈夫。出なかったら特に何もあげません。大して損した。逆に何かください。何もあげるものはありません。あっという間にガチャって終わっちゃうよね。あれ、ガチャ引いたっけ？引いてただろうが。チケットを枯らすぞ。ウプ主なのに太っ腹だね。いつもカツカツなのにな。こういうのはあるだけ使うのが江戸っ子よ。よくわからんけど、もう当分いいかなってくらい引けば物欲なんてなくなるよね。新しいキャラが追加されなければな。きたー、2体目。すごい、もう1体当てちゃったよ。これでパワーアップしてさらに強くなったね。大満足だよ。ということで引き続きじゃんじゃん引いていきます。もう一体出たらすごいよね。こればっかりは運だからどうなることやら。え、ちょっと待って、3体目。マジかよ、どうなってんだ今日のガチャ運。プラス値がどんどん上がっていく。いいんですか？ついてる時はついてるもんなんだな。怖い、
ちょっと当たりすぎて怖い。今回の目的はもう十分果たせたよね。うん、もう物欲なんてなくなったよ。当たりすぎて物欲がなくなるって怖いな。ということで合計3体のガオウが当たりましたが、最後の10連、気合い入れて引きます。いやー、よかったよかった。もしかして今回霊夢じゃなくて私だから出たのかもよ。密かにレギュラー狙ってるな。ありがとうフラン。いやいや、何言ってことよ。お礼金の件は別途メールで送らせてもらうから。何それ。今回は大満足なガチャ結果だったからいい夢見れそうだぜ。ここしばらく安眠できそう。最後はということで綺麗に引き切ったな。波数もパパッと引いちゃうね。以上、怒涛の新キャラガチャでした。次は塔の攻略、頑張ろうね。ふーん、にゃんこの塔、前回は26回で勝てずに終わってたな。今回は勝って次の回に行きたいよね。しっかり編成して万全の状態で挑もう。それじゃあ張り切ってやっていきましょう。早くない。これが天使の力なんだよ。天使恐ろしいんだけど。天使なんて可愛いもんじゃない。これは悪魔だよ。この怒涛の天使どもをさばいていかないと敵の城に到着することもできないんだぜ。まさかこんなに激しい戦いだったとは。ここを越えられなくて敗北したんだよね。でも今回は順調に押していってるな。ここから勢いつけて進撃だー。そういやサイクロンいなかったか。あ、そうだ、忘れてた。サイクロンって何何。これだよ。見るからにヤバいじゃん。大丈夫なの。城に到着する前に倒せば大丈夫。それができればいいんだけどな。攻撃あるのにってことだね。攻撃も簡単じゃなくて、あいつに倒される前に攻撃を当て続けなきゃいけないんだ。サイクロンは狂気だと思って。鉄板切るような工具ってあんな感じだもんね。ねえ、ちょっとヤバくないこれ。よし、動きが止まった。こいつは動きさえ止めれば落ち物なんだぜ。必ず動きが止まるスキルがあれば最強なんじゃない。ゲームバランスが崩れそう。いけいけー、少しでもダメージ蓄積。のけぞってるしダメージは食らってるはずだ。ここが正念場だよ。ひたすら攻撃ー。諦めるな、頑張れ。手当てが。ここは通さない。あとちょっとだと思いたい。やったー、ついにサイクロン撃破。マジでギリギリの戦いだったぜ。でもまだ油断はできないよ。そうだね、こいつらを倒さないとね。また数を増やして進撃していこう。天使もなかなかしぶといねー。長期戦覚悟してたけどこれはなかなかに大変だ。とにかく数で押していくことしかできねえ。ここまで出せばもう安心じゃない。そうだね、あとは敵の城を破壊すればクリアだ。よくここまで頑張って耐えてきたぜ。これで26回、攻略だー。リベンジ大成功だな。続いて27回の挑戦です。何が出てくるかわからないのが一番怖い。すごいビジュアルのが出てきたねー。心臓に杭を打たれてもへっちゃら。なんでもありだな、ゾンビって。ゾンビって倒してもしばらくしたら復活するんだよね。うん、ゾンビはそういう生き物だから。とりあえずヘビゾンビは成仏したぜ。問題はここから、このゾンビたちをどうにかしないといけません。動きの遅いゾンビを壁で進ませないようにガードしてていいな。猫チャンピオンがゾンビに強いから連れてきてよかったよ。チャンピオンにゾンビをボコボコにしてもらおう。しっかり壁で進ませないようにな。さっきと違ってゆっくり確実に倒せるからいいね。スピード勝負よりこっちの方がいいよね。じわじわ押していってるし、このまま行けば勝てるぜ。でもさ、ゾンビ相手なのに感染しないのはいいね。にゃんこだからかな。何その謎理論。っていうか墓出てきたんだけど。墓からゾンビってこと。犬の墓だって。未練しかないんだろうな。悪霊退散、悪霊退散。塩って効果あるのかな。ゾンビには効果ないだろ。あの墓を倒せたら一気に進めそうだね。よっしゃー、ガンガン進むぞ。出撃上限になっちまったぜ。ついに城まで到着したね。あとはぶっ壊すだけだ。壁猫って防御だけじゃなくて攻撃もえげつないのな。ゾンビなんか関係ねえ、城だ城。やったね、ゾンビに大勝利。続いて28回に挑戦です。今回はメタルが相手か。メタルって硬いんだよね。こんなのが大量に来たらどうしよう。大丈夫、こんな感じでクリティカルダメージで倒していくから。クリティカルが決まれば一瞬なんだよな。でもこの犬すごく速い。なんか不安になってきたんだけど。速度が速いだけでこうも違うのか。とにかく早くクリティカルで倒さないといけない。足を遅くするのもかなり効果的。応援しかできないけど頑張れー。にゃんこ頑張れ。ドン速にしてその隙に攻撃を当てるんだ。少しずつ数を減らしていこう。
一つ一つの階層が手強すぎてやばいね。毎回出てくる敵も違うしね。おお、メタルイムを倒しきった。おかしいな、また補充されてるんだけど。でも一度一掃できたんだし今度もできるはず。こっちの婦人が安定してきたな。何匹出てきたって関係ないんだよー。浮気を阻止するのがすごい刺さってる。攻略法が分かればもうこっちのもんだな。ちょっと待って、もう出てこなくてもいいんだよ。敵もそう簡単には諦めてくれないねー。この回を勝てれば残り2回で制覇、完全制覇が近いぞ。負けられねー、この戦い負けられねー。何気にあの美脚猫も邪魔だよねー。メタルイムのせいでなかなか攻撃が届かないんだよね。倒しても次から次へどんどん出てきやがるな。何の戦いなんだ？いけるいけるよ、みんな頑張って。待って、この犬の連圧とかじゃないよね。それでも落ちているからいつかは城に攻撃が届くはず。最初は危なかったけどね。いつの間にか美脚猫は倒してるし、あとはこの犬だけだ。と思ったらまた美脚で出来上がった。え？あれで終わりじゃないの？ここに来て主のメタル軍団のご登場か。うおー、負けてたまるかー。すいません、負けました。この美脚やばすぎるぜ。メンバーを改めてきました。メタルも怖いけど一番怖かったのは美脚だった。波動で離れた美脚を倒す。おお、成功した。あとはひたすらクリティカルでメタルを倒すだけ。やったね、長い戦いだったよ。失敗は成功のもと、本当に良かったよ。ということで28回クリア、もう最上階間近だぜ。もう29回まで行ったの。ああ、なんとかここまでたどり着いたんだぜ。ゾンビだの天使だの、大変だったよね。あと2回で塔完全制覇。なんとしてもクリアしたいぜ。さあどんな奴らが出てくるかしら？最初のこの静けさ、嫌いじゃない。とか言ってるから犬来たじゃねえか。まずは黒と赤ね、いいわ、かかってきなさいよ。無駄に煽るな。あ、終わっちゃった。油断しちゃダメだね。黒いからって甘く見たらダメってことがよくわかったわ。しっかり守りを固めつつ、攻撃していこう。なんかダメね、高難易度だと真面目に実況しちゃうわ。真面目に実況していいんだよ。むしろ普段も真面目にやってくれ。さっきは瞬殺されたけど今回は持ちこたえてるよ。コンピューターも使いどころが難しいわね。手動でやった方がいい時もあるんだぜ。生活に必要なこと全部ロボットにやってもらいたい。なんか言い出したぞこいつ。ロボットも労働が嫌になって暴動を起こし、いずれは人間とロボットの戦いになるのである。そういう映画普通にありそう。空中ゴリマッチョが見えるんだけど幻覚？私にも見えてるわ。どういう原理であの筋肉の塊が浮いてるのかわからねえ。なんか食えた気がするんだけど。あっちが筋肉ならこっちは水で対抗よ。あ、水っていうのは猫のことで私のことじゃないぜ。やわ、ゴリマッチョのせいで一気に押し返されちゃった。黒い犬にも気をつけないといけないが、あのマッチョ対策もしないといけないな。覚えていろよ。筋肉、強し。数で勝負だ。あのぶん殴りの威力が化け物なんだぜ。殴られる前に殴ればいいのよ。それができればいいんだけどな。倒されたらすぐに補充。お金のことも考えないといけないのが大変ね。そうなんだよねー。お金無用に増えていかないかな。それマジの願望に聞こえるんだけど。あ、数で押したらゴリマッチョ倒せたわ。さすがのマッチョも数には勝てなかったな。お邪魔なマッチョがいなくなったし、どんどん攻めていきましょう。今さら赤いアリクイなんて敵じゃないわ。意外としぶといけどな。すぐに倒せるかと思ったらめっちゃ時間かかった。体力お化けとはあのことを言うのね。あいつが最後の砦だと思いたい。この感じ、もう強敵出てこないのでは。ふっ、勝ったぜ。グラブに聞こえるからやめて。いけー、削り取れー。やったな、29回攻略完了だ。皆さん、いよいよ最上階ですよ。なんだか緊張してきたわ。一体どんな強敵が出てくるのか楽しみでもあるぜ。それでは参りましょう。風雲にゃんこの塔30階に挑戦です。最初は静かだな。え？猫？あのボール7個の猫？この猫、波動出してくるわ。それもとんでもない威力だぞ。見た目はネタみたいな猫なのにこれは強敵だ。あっという間にほとんどさらちになっちゃったわよ。あの猫の進撃を止めないと。こいつはどうだ。バックさせられちゃうわ。こっちの攻撃は効いてそうだけどあの波動がヤバすぎる。え？一瞬でやられたんだけどどういうこと？カリン様。いっちゃったよ。めちゃくちゃ強くない？
そりゃ最上階だし化け物用意してるでしょうね。壁の意味がないもんな。こういうヤバい敵にできることは、時間を止めること。確かに、こっちが強力な軟膏出しても化け物攻撃力で瞬殺されるわ。だからいかに時間を止めて攻撃をさせないか、が重要なんですけど負けました。必要なキャラは少なくていい。ということで最近当てた顔を入れてきました。能力はどんな感じ？白い敵を必ず止める。波動ダメージ無効。吹き飛ばし無効。このカリン様対策のためにいるようなもんじゃない。まさかそこまでドンピシャだとはな。ガチャで当ててほんとよかったと思うよ。でもいくら適正キャラだからって油断はできないわよね。その通り、ガオーだって体力は有限だしね。動きを必ず止められるのはめちゃくちゃありがたいぜ。おお、逆に吹き飛ばしたわ。このままいい感じに押し合ってほしい。ねえねえ、ガオーを何体も出したら強いんじゃない？そんな簡単にゲージがサクサク溜まるわけじゃないだろ。ほんとだ、ポンポン出せないのね。それに攻撃するタイミングが運要素絡んでくるから、毎回ベストなタイミングで攻撃するのが非常に難しいんだ。今みたいに相手の攻撃中に時間止めることもあるしな。とにかくガオーが死なないこと、それが勝てるかどうかだと思う。応援しかできないけど頑張れー。ここであの猫を倒したら完全制覇よ。ほんとタイミングが合わないと動きも止められねえな。このガオーの HP も化け物だな。耐えてー、あと少しよ。2体いればもっと優位になって勝てるはず。あと少し、もう少しの辛抱だ。きたー、2体目のガオーで追撃開始。これで時間停止しまくりで一斉攻撃よ。あ、倒せた。よっしゃー、ついに勝ったぜ。実はここまで何度も挑戦していたんですけど、ようやく成功しました。基本ガオーがやられたらおしまいだからね。何度も挑戦することが大事だって分かったぜ。2体出せれば勝ちは確定なのかもしれない。あとはひたすら城に攻撃。これで不運にゃんこの塔、完全制覇だぜ。嬉しすぎる、長い間この塔を攻略していたから本当に嬉しい。ということで塔の完全制覇達成ね。皆さん、長い間ありがとうございました。あれ？不運にゃんこ塔制覇して終わりじゃなかったのか？実はこちら。断崖天竺オリネル降臨というスペシャルステージをまだクリアしていなかったので、今回はこちらのステージを攻略していきます。めちゃくちゃ簡単でありますように。初見も初見、超初見なのでどうなるかわかりません。どんなもんかまずは様子見ってところだな。うわぁ、すごい天使っぽいところ。お城もファンタジーだね。出たか、見た目からなんかヤバそうだな。クリオネって海の天使って言われてるんだっけ？ヒラヒラしてて天使みたいだもんね。こいつはクリーチャーにしか見えねえな。攻撃力が高い、そして攻撃するときが怖い。これが天使の本当の顔なんだ。天使らしさってなんだろうな。どんどん壁猫たちがやられていく。まあまあ、まずは様子見だから、初見だからこれ。初見という免罪符を全力で使ってくるな。ガオーはどうかな？相手が天使だからどうだかな。あのビームが強烈でノックバックされちゃうね。いくら強いキャラだからってしっかり敵に合わせてこないと強さを発揮できないね。ぐー、困るねー。そしてガオーがやられてしまいました。あれ、もしかしてこのクリオネ、無敵なんじゃない？どうやってクリアするんだよ。これはしっかり天使対策してこないとね。ああ、今回の反省を生かした編成をしてこよう。どうでもいいけど反省と編成って語呂がいいね。本当にどうでもよかった。天使馬も地味に強いのだな。この馬どんな鋭利な走ってんの。ということでリベンジ頑張ります。なんかシュールな映像だな。あの柿でぶん殴るんだろうね。柿って硬いから。武器にはならないだろ。あの羽をもいで地面に叩きつけてやる。柿でどうにかなるとは思えないけどな。今回はうまくいけばいいな。相手は天使なんだが、あのレーザーが強力だからどうなるか不安だぜ。どうやったらレーザー打たないようになる？倒すしかねえだろ。せっかく突撃したのにいきなりレーザー食らっちゃうのもったいない。ネコムートと相性があまり良くない気がするぜ。ああ、瞬殺。正直天使だから大丈夫だろうと甘く見てました。とんでもない化け物だったね。この軍団でもダメなのか。あっという間にやられていっちゃうね。名前の奥ムズは脅しじゃなかったってことか。最後まで諦めない、できるところまで頑張るぞ。今ネコムートがワンパンされたように見えたんだが、気のせいじゃない？気のせい。あっという間にここまで攻め込まれてしまいました。もうちょっとメンバーを改良しないとダメだね。いろいろ考えながら遊べて面白いぜ。ぐー、出直してくるぞ。
メンバーをじっくり選び直してきました。お、久しぶりにキリン見たな。高速で相手に接近して連続ヘドバン。クリオネの足元に来る天使たちに刺さればいいね。おお、レーザーが見事に当たってない。あれだけ接近すればもうこっちのもんだね。懐まで入っちゃえば攻撃し放題。なんか今回いける気がするな。さあ地味に強い馬も出てまいりました。鬼のような攻撃速度で押し切ってくれ。おお、クリオネがバッチした。いい調子だよ、このまま攻撃し続けちゃって。ラーメン猫も高速で攻撃できるからいいな。あんな高速で一気にできるなんて相当なプロだよ。一瞬で麺の水分吹き飛びそう。やられてもすぐに現場に駆けつけて攻撃してるから相手の足を止めてていい感じだぜ。移動速度めっちゃ速い。キリンはいいよね。いけいけー、そのまま押すんだ。馬さえ倒せればだいぶ楽になりそうだよね。そうだな、ここからは耐久勝負だぜ。あのレーザーに当たると鈍速になっちゃうからなるべく当たらないところに。頑張れー、馬を倒せー。これゴリラが出てきたらどうなるんだろうか。そうだった、まだゴリラ出てきてないんだね。噂をすればゴリラがやってきました。なんか、人間らなくいくな。パワーが馬とは段違いでじりじり押し返されてる。ゴリラが出てくるだけでここまで変わるのか。せっかくお城まで押し合ったのに、このゴリラね。お、猫は進撃、それくらい。お願いみんな、なんとか踏ん張って。おお、猫ムートがゴリラを倒してくれた。猫ムートじゃ厳しいと思ったらやってくれたね。これでまた押し返せる。クリオネ本体にもバチバチ攻撃当てていきたいね。ゴリラがいなくなっただけ攻撃しやすいだろ。頑張れー。おお、ついに馬撃破。でもまた出てきちゃった。よっしゃー、クリオネ倒したぜ。ここでボスを倒せたのは嬉しい。もう怖いものなしでひたすら突撃できるね。足元にくっついて攻撃し続けたのが効いたんだな。お山の大将がいなくなった天使たちはもう怖くないぞ。クリオネがいるのといないのとじゃ全然違うね。馬ごと押し切るぞー。やったー、これで何もいなくなった。音がやばすぎる。これだけの攻撃を食らえばクリオネだって倒れるんだね。ということでなんとか攻略することができました。これで今のところ出ているステージは全クリアか。うん、思い残すことはなくなったね。スカッとした気分だね。またアップデートで何かのステージが追加されたら挑戦していきたいと思います。今後もどんどん難しいステージ待ってます。いやそこまでのはちょっと。にゃんこ図鑑は全部埋まってないんだけどな。ということで皆さん、またいつの日かの二人でにゃんこ大戦争でお会いしましょう。